ボンジュー、ひろかです。男子敗戦を経て女子こそはと思い、リヨンから片道2時間かけて日帰りでパリ遠征。初めてのパリの街にウキウキしつつも、やはり世界の壁は高かった。おはようございます。もう昨日なんだか寝れなくて、うるさいのか何なのか知らないんですけれども、またもやめちゃくちゃ寝不足でございますが、これからパリの、おパリの方に向かっていきます。今日はなでしこの、アメリカ戦ですね。いやもうハードですね。なんかあれですね、毎日国内遠征どっかにこう移動してるみたいな感じなんで、体がきついです。これ今日を乗り越えたら、明日は一応何もない日なので、お仕事も、ね、一応日曜ということなので、しっかり体を休められたらなと思っております。とにかく今日勝ちたい。着きました。スムーズに、よかった。いや、なんかジュースだけ欲しいな。どうしようかな。こんな感じ、無事に乗れております。2時間寝ます。おやすみなさい。はい、ようやくパリに降り立ちました。やばい、寒いのは本当です。今日マジ寒いっす。やばい、凍える。日差しが欲しい。こんな感じでございます。一応今日は白ユニなんですけれども、なんかどうせならもはや裏のユニを着たいレベルな気持ちだな。どうしようかな、着替えようかな。なんかあそこのお店ですごい気前よくパンケーキ配ってていただいちゃいました。ここはハゲナッツ、なんかイベント的なのやるのかな。これがまあちょっととても高いけども、こんな感じで飲み物と、こっちがブレッドだけ。とてもいい。しかも英語が喋れる、ありがたい。あと、ヤクロワッサン美味しそう。メニューちょっと説明途切れちゃったんですけど、10ユーロの方だと、ホットドリンク何種類からか選べて、であとはフレッシュオレンジジュースは絶対ついてくる。でパンがクロワッサンか、あとは普通のブレッドを選べました。であと卵料理が必要な場合はプラス4ユーロで、オムレツもしくは普通の目玉焼き選べて、で私はちょっと3ユーロプラスしてベーコンつけちゃったんですけど、あとは4ユーロでチーズつけられたり、5ユーロでスモークサーモンつけられたりみたいな感じで、まあだいぶ高めなブランチというか朝ごはんです。まあせっかくなので。というわけで来ました。ベーコン、ベーコンが太い厚いのと、なんかまさかのパンもついてくるっていう、やばい、炭水化物祭りじゃん。ちょっと私はもうひもじいので、ここで朝昼分くらいを食べてしまうという気持ちでいただきます。今日差しが出てきてちょうど暖かくなってきました。お店はこちらのお店でございました。駅のもう本当に目の前です。ではですね、セーヌ川の方にちょっと行っていきたいと思います。通れない可能性高いですけど、とりあえず行ってみます。あ、左側がセーヌ川なんですけれども、柵はあるものの割と通れそうな感じです。よかった。いい風景なんだけど柵があるからちょっともったいなく感じてしまいます。やってきました、セーヌ川。この辺も通ったのかな、開会式の時。
ぽい橋がいっぱいありすぎてよくわかんないです。とりあえず凱旋門とかそっちの方に向かいます。いや、めちゃくちゃランナーが走ってる。ここ気持ちよさそう。走りたい。確かにこの気候は走るのにマジ最適な感じ。いいな。いや、確かにこれは泳いだら吐きそうだな。匂いはしないですけど、色味が絶対泳ぎたくない色をしている。いや、トライアスロンの選手ってすごいですね、本当に。ここはなんかの施設なのかな、オリンピック系かな。なんかありますね、なんかオリンピック広場っぽいのがあるので、そっちの方行ってみようかな。いろいろと人が増えてきたので要注意です。イベント広場的なやつ、フリーで入れるらしい。そう、こういう感じの広場になっていて、フリーで入ることができます。なんかスポーツ体験とかいろんなブースがありますね。Tâche de nos amis italiennes. Comment vous appelez les filles? Mezza, Stobaïde. Rostella. 疲れたのでパブリックビューイング、ハンドボール見てます。ちょっと一回寝たい。かわいいこのカフェ。花。ここもめっちゃいい。ヴィトンのヘッドオフィスということは、あれか、本社的なやつってことであってますかね。かっけー。すごい。ここもかわいい。隣だ。しかもね、ヴィトンがあれですよ、パリ仕様になってますね。すごいよ。え、これあれかな、使われてたやつと同じやつかな、開会式で。え、すごい。こっちもパリス。かわいいですね。あ、すごい、ちゃんとあれだ、やっぱ重量上げのやつとかそういう試合になってる。はい、こちらがルーブルでございます。ちょっとあの、また多分来ると思うので一旦素通りで、もうそろそろ電車に乗ろうかな。すごい、中の方に入ったけど、まだあの三角がないところかな。なんかでもあっちまで行くのめんどくさいし、いっか、いいやいいや。ちなみにこれね、なんか生演奏です。すごい。ちょっとごめんなさい、チェックは持ってないので聞いてるだけですが、あちらに見える建物はカルチャーセンターらしいです。とても立派。これもあれだよね、なんか開会式の時に、まあそれは映ってますよね、きっと。あまり覚えてないけれども、あ、あそこに気球がありました。ここら辺がコンコルド広場かな、多分。でも多分行くと時間がなさそうなので一回する。あ、すごい残ってますね、あの開会式で使われてた絵のやつが。そしてここに 3km と書かれております。競歩の会場、競歩も確かやってた記憶があるんですが、こ
これはもうマラソンまでこのまま残しておくんですかね。マラソンも楽しみですね。もう本当に確かこういうところ名所を走るって聞いているので、スタジアムの最寄り駅に到着しました。市内の方からそんなに10分くらいかな、なんで全然近いんですけど、こっから25分くらい歩かなきゃいけないっていう感じです。あっち側にエッフェル塔が見えますかね。今日は本当に非常にこの時間も涼しくて、日が照るとやっぱり若干暑いんですけれども、まあ、今だいぶ雲が陰ってきていて、プレーも非常にしやすいんじゃないかなっていう感じの気候ですね。ここだとより綺麗に見えます。ではこれからスタジアムの方に向かってまいります。25分ほどここから歩きますが、市内からは電車で多分さっきの凱旋門のところくらいから10分とかかな、そんなもんでした。行き方はよくわかんないから、とりあえず前の人たちについていきます。すごい道の途中にもうたくさんこういう感じでお店があるので、なんか行く途中とか帰りとかご飯食べるのもいいなと思いながら見ていました。これパリ・サンジェルマンのホームスタジアムなのかなというのを聞いたので、すごいスタジアムのクオリティも高そうで楽しみです。ガソリンチャージをします。乾杯。お店で売ってた250ミリで6ユーロ、まあまあしますね。ハッピーアワーのとこだと500ミリで4ユーロでした。まあ考えない、そういうことは。今日勝てばいいんです。ガソリンを入れます。ユニをね、取られないように脱ぐんじゃなくて下に着て中に入ります。白やばい、中でもビールめっちゃ売っとる。お兄さんがすごい売り子さんみたいな感じで売ってます。高いんだろうなこれは。いやでもすごいいいね、なんか街中にあるスタジアムって感じでめっちゃアンコいいです。ちょっと古いのかなって感じはするんですけど、全然いい感じ。そしてめっちゃセキュリティ緩くて、普通に今回は旗を持ち込めました。昨日マジ何だったんだって感じ。なんか今日は結構周りにキッチンカーもあります。いい感じです。今持っているナップザックが浦和の小泉義雄選手の背番号入ってるんですけど、ローマ字で義雄って入ってるから外国の方に義雄義雄って言われたけど、義雄さんは試合違うんだよなって思いながら、ややこしくてすいませんとちょっと思ってしまいました。ではあちらが入り口となります。パリ・サンジェルマンのショップ開いてる、ちょっと見てみよう。めっちゃかっこいいよね。ショップがバチバチにかっこいい、超かっこいい。やっぱかっけー、おしゃれ。まさかのリセールで買ったシートが革ソファーでした。ここからIt is now time for
多いんですけど、ここにモニターもついてる。ちょっと今お手洗い行くついでに見てるんですけど、すげー、こんな感じ。めっちゃスタジアム、いいスタジアムですね。Today's video assistant referee, Ivan Bedek. Assistant numéro 1. Assistant VAR 1, David Coots. Et l'assistant numéro 2. Assistant VAR 2, Ovidiu Hatega. Mesdames et messieurs, en l'honneur des deux équipes, nous vous prions, si possible, de vous lever pour les hymnes nationaux et nous débutons avec l'hymne des États-Unis d'Amérique. Now, if you can, please be standing for the national anthem of the United States of America. Please remain standing for the national anthem of Japan.
With the scores level at full time, we will. Avant de faire nos lives Pokémon, on mettait ça à fond. Les choses de nouveau.
Take care. Thank you. Goodbye. めっちゃ悔しい、もうあーって感じです。とりあえずこの後の予定いろいろ変えようと思います。すごい今帰り道歩いてるんですが、もう周りが結構高級住宅街的な感じになってて、すごいですね。なんかこの後のこと何も考えられなくなった。どうしよう。とりあえず一回リオンに戻って。めっちゃ悔しい。いや最後選手たちが泣き崩れてて、もう昨日の男子と同じような光景をまたすぐ見ることになるとは思っていなかったので、はあ、いやー紙一重だと思ったんですけどね、せめて PK まで行くんじゃないかっていうのは思ってたんですけれども、ああ決められちゃいましたね本当に。清家選手ももうしばらくプレー見れないんだなって思うとだいぶ寂しいというか、まあ一回生で見れただけでも本当にあのラッキーな出来事ではあったんですけれども、で戻ってきたんですよ。暇すぎるね。どうしようかな、このあと今後の予定は難しすぎますね。すごい。でもこれはアルコールが入っておりませんが、まあ十分でしょう。うまい。というわけで帰ります。帰ります。辛い。あれに乗ります。比較的すごい分かりやすい。ありがたい。スーパーで